原遥香さんです。かねちこっちょいで。はい、こんにちは。あれ元気になっちゃう。元気、そんあんなクールに登場してこんなギャップ見せます。いや、ワークマンですよね。ギャップがすごいですよ。またすごいっすね。アンナさん似合ってますね、やっぱ。めっちゃ嬉しい。本当に今回ワークマンさん着れるってなって、しかもこういうモードのスタイリングで新しく見せられて、私はめっちゃ嬉しい。これはだってこれガテン系の職人さんが着るニッカポッカですよね。ニッカポッカのしかも超長ロングですね。そう、それをヒールと合わせるとこうやってモードになるし、セクシーにもなるし、タビ以外が合うんだって思いました。本当に新しいですよね。すごいよ。だってこれ昔吉井育三さんが着てたやつですよね。そう今もなおね。そうなんですよ。イメージ変わりますね。イメージか、ね、着たくなりますよね。なります本当にかっこいいですもん。しかも白ありますよ。え白バージョンもあるんですね。かわいいの。ちょっと後半着ようかな。スミさん大丈夫？出てくる？こんなハードなイメージになるけど。いや、でもやりましょう。よかったです。これは。はい。ありがとうございます。うん、さあ、そして、うん、こちらですね。うん、あの福原さんが持ってるのもね、かわいいゆるキャラもいるんですね。ほら、うん、ゆるキャラ。ね、かわいい。わくこ。わくこ？わくこ。はい。かわいい。わくこちゃん。ね、このワークマン女子のキャラクター、うん、あ、これそうなんだ。ワークマン女子のキャラクターでワクコさんというのがいらっしゃる。はい、かわいい。かわいいです。なんか心なしかアンナさん似てますアンナさんにすげえサービスしてくれるじゃん。ありがとうございます。ありがとうね、アンナさん。サービスがすごいいいですね。でもね、この、 あのワークマンのブランド、うん、かっこいいかわいいだけではなくって、はい、アウトドアブランドの3分の1から4分の1という低価格で耐久性と機能性に優れたアイテムが手に入ると、またね、価格も嬉しい。そう、安いんですよ ね、 ね、しかも物がいいんですよ。そうですね、素材がもうめちゃめちゃいいですよね。だって釘に引っかかってもね、破れにくかったよ。何しても平気ですしかもなんかね、キャンプ女子が流行ってるから。あ、そうなんですよ。そっか。でこちらの福原さんが着用されているこのワークマン女子のジャケットなんですけれども、はい、こちら去年10月に1号店がオープンしたんですが、入店3時間待ちを記録したそうなんですよ。すごい。でも可愛いよね。ワークマンシュプリームみたいになってんじゃん。すごい素敵。可愛い。すごいね。ね、このベルトもワークマンの。こんな洒落たやつも。はい。めちゃめちゃ可愛いです。ちょっとイメージが全然変わりますね、これ。可愛い上にも防水耐久性抜群ですからね。これ富士山にも着ていけるそうですよ。確かに。富士山にも。うん、福原さんはこのニッカポッカの下を切っちゃったバージョンですか、これ。違います。こういうデザインです。そうなんですね。絡み方が違ったみたいですね。私もよく見ちゃったじゃないですか。全員がそうなのってなっちゃいます。すいません。やめてください、変なこと。ね、でもワークマン女子可愛いですよね。とてつもなく可愛い。そしてですね、ワークマン女子の2号店、3月19日に東京スカイツリーの商業施設東京ソラマチにオープンするそうです。そして4月2日には大阪難波にオープンします。わー、イエーイ、すごい、ね、福原さん、こちらワークマン女子、女性でもね、入りやすいお店なんですよね。そうなんですよ。なんかインスタ映えっていうんですか、あのフォトスポット、可愛いフォトスポットがいっぱいあるらしくて、女性でも入りやすいお店っていうのを聞いたので、私も行ってみたいなと思いました。ワークマン女子って女子も入ってますからね。はい、これ行くしかないですよ。だ、その現場にワク子がいたら最高だよね。ワク子なんです。ワク子、ワク子だ。ワク子、イントネーション注意して省略したのか。省略もしてない。イントネーションを変えただけです。ワクコワクコって言っただけなんだ。説明させられちゃってるから。すごい恥ずかしいんで。ごめんよ。ごめんよ。さあ、皆さん、ぜひワークマン、ワークマン女子に足を運びください。以上、ワークマンのステージ、ゲストは土屋アンナさん、福原遥さんでした。ありがとうございました。ワークマンで待ってるよ。いらっしゃるんですね。ありがとうございました。ありがとうございました。みんな楽しんでね。ありがとう。声が聞こえる。嘘つけ。一番ハッピーな人だった。めちゃくちゃ元気だ。バイビー。ありがとうございます。